はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作役チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら画面見ていただくと分かるかどうかなんですが、PC エンジンスーパー CD ロムロムシステムと出てますけども、PC エンジン、その昔 NEC が出していたゲーム機なんですけれども、それの CD ロムのゲームをちょっとやってみたいと思います。今回、プレイするゲームはですね、1992年の5月に発売されました F1 サーカススペシャルという F1 ゲームですね。まあ、なぜこのタイトルを選んだかと言いますと、2月を迎えまして、今年も、F1 のニューマシンが続々こう発表を控えているところなんですけれども、まあ、今年の最大のトピックとしては、レッドブルチームがホンダエンジンを搭載するということなんですよね。で、その、成績が非常に期待されるわけですが、マクラーレンに搭載されてて時期は本当にもう鳴かず飛ばずというか、本当にテールエンドに沈んでしまうような状態が続いていたわけですけれど、トロロッソに積まれて、まあ、若干上向いたかなと思いきや、やはりちょっと、ちょっとトップの方にね、踊り出るほどまでには行っていないということで、果たして今年、レッドブルがどれほどの活躍を見せてくれるのかっていう期待も込めまして、まあ、今回この、ちょっとまあ昔のゲームではありますが、F1 サーカススペシャルというゲームをやっていきたいと思ってます。はい、では今プッシュランボタンとありますね。まあ、ゲームをスタートしていきたいんですが、このゲームはですね、PC エンジンで、発売された F1 サーカスシリーズ、こちら日本物産が作っていたゲームなんですが、その PC エンジンで発売されたゲームの中で唯一 CD ロム、CD 媒体で、発売されたゲームになります。で、まあ、F1 のまあ、バブル期のブームが絶頂を迎えて、で、まあ、その次の年ですね、1992年のを舞台としたゲームになってるんですが、まあ、この F1 サーカススペシャル自体は91年から開発が進められていたので、そのレースですね、登場するレースは基本的には91年の F1 の16戦をベースとしている感じになってます。そこにちょっとちょっと92年にこう発売が伸びてるんで、まあ、92年開催に初登場のサーキットなんかがちょっと加えられてる感じになりますね。では、まあ長々と喋ってもしょうがないんで、まあ、ゲームスタートしたいと思います。はい、スタートです。1928年、ロンドンに一つの命が誕生した。後に栄光と波乱の人生を歩み始める。コーリン・チャップマン。彼は幼き頃から機械に魅せられ、在学中全く違った自分だけのオリジナルの車を作り上げた。その車をロータスと名付け、これが数々の輝かしい伝統を誇るロータスの始まりとなった。やがて彼は市販車を改造し、自らレースに参戦した。そして他のどのチームよりもより多くの革新をフォーミュラーの世界へもたらした。彼なき後もチームロータスの名のもとに、彼の意思を受け継ぐ者たちがそこに集い、優勝への夢を追い続ける。そして今、ミカ・ハッキネン、ジョニー・ハーバートの2人の若きドライバーは、名門ロータスのマシンを借り、チームと共に栄光への道を歩み始める。新たなスポンサーと信頼性の高い HB エンジンシリーズ4の獲得により、今シーズンはより活発な活動が期待できる。頑張れ、チームロータス。
はい、というわけで、このゲームはチームロータスの監修が入ってます。はい、こちらタイトル出ましたね。 F1 サーカススペシャルフォールトゥウィンということでございまして、まずまあスタートしておきますか。まあチームロータスの監修が入ってまして、このゲームは基本的には登場するチームは実際のチームをちょっともじったような名前になってるんですが、チームロータスだけはまあ実際のチーム名とドライバーの名前になってます。でこのゲームのモードリストなんですけども、ワールドチャンピオンシップ、こちらはまあ最大でまあ全16戦ですかのチャンピオンシップを戦って、王座を決めるゲームモードですね。でテストドライブはまあ1戦のみスポットでレースができるモードで、タイムアタックはまあその2位のコースでタイムアタックができるモードで、ディクショナリーというのはまあレース用語の解説なんかが見られるモードですね。でインフォメーションなんですが、はい、F1 サーカスワールドへようこそ。このゲームはチームロータスの監修のもとで作成されました。これは F1 サーカスワールドチャンピオンシップであり、実在するものではありません。なおサウンドの録音レベルは低めにセットされていますので、遊び終えるときなどはテレビなどのボリュームにご注意してください。というわけで、まあちょっと、音量のレベルは一応調整はしてるんですが、ちょっと声はちょっと低めに聞こえるかもしれません。でサウンド、ゲームのレベルもちょっと抑えめにはしてるんですが、そこのところはまあ後で調整はしていきたいと思ってます。ではこのワールドチャンピオンシップモードを始めていきたいと思います。ワールドチャンピオンシップ、はい、というわけで、いきなりですけれども、 Oh my god 大クラッシュだ、ドライバーは大丈夫か、悪夢のような出来事です、大怪我は避けられないでしょう、というまあ80年代から90年代にありがちなちょっと絶叫系のアナウンスが入ってますけども、あるドライバーがですね、レース中に事故を起こして、まあ、大怪我をしてしまうんですね。でそれに対して、まあ、あるチームのテストドライバーであったプレイヤーがそれに代わって、レースに出場することになります。でそこから、まあ、F1 のレギュラードライバーとしての、まあ、レギュラーではないか、代理ドライバーとしての、レースが始まっていくわけなんですが、まあ、この続きやっていきましょう。うちのドライバージョニー・ハーバート君がレース中に大クラッシュを起こして病院に担ぎ込まれた。しばらくは休養が必要だ。そこで次のレースからテストドライバーが君に走ってもらうことになった。まあ、というわけでいきなりですけど、まあ、チームロータスのピーター・コリンズの顔が出てますけど、ハーバートが事故ってちょっと怪我をしちゃったので、テストドライバーの君に次から走ってもらうことになったということですね。次のレースは日物だ。検温したレースが回復するまでなんとか頑張ってくれ。ということで、いきなりオリジナルコースの日物が登場してますけども、まあいわゆるシーズン途中でこう代理で出る感じになるわけですよね。はい。でまあ一応プレイはしたことがあるので、この先とは知ってるので、まあ慣れない場合はこうフリー走行でちょっと走り込みもできるんですが、一応プラクティス予選の方に行きたいと思います。本戦で君の才能を発揮してくれた前、いい結果が残せるよう、チームのみんな君の走りに期待しているよ。というわけで、金曜の予選が始まります。イン・日仏ということで、実際には存在してないコースなんですが、大阪の天神橋にあるサーキットらしいです。
というわけで、このように、タイムアタックが始まっているんですが、まあ、ドライバーを見ていただくと、まあ、当時活躍していた8年代から92年代に活躍していたドライバーの、まあ、ちょっと文字手の名前になってますよね、はい、で今ハッキネンは6番手のタイム出してましたけども、はい、じゃあタイムアタックしていきましょうか。はい、まずはマシンのセッティングになります。イージーセッティングってやりますと、まあ、おすすめのセッティングを自動でやってくれるんですが、まあ、ここは自分でやりましょう。まあ、ステアリング、ステアリング、これはまあステアリングの重さですね、重さなんですが、まあ、あまりこう軽くすると逆にこう切れすぎる、まあ、オーバーステアになっちゃうことがあると思うんですけど、まあ、基本的にはこのゲームではイージーでいいと思います。でフロントウィングですね、フロントウィングの角度、これはまあ高速サーキットか低速サーキットにかけてこう角度を変えるものですけれども、日物は割と高速サーキットよりなので、まあまあ中間というかバリバリの高速サーキットよりはちょっと角度をつけた感じにしておきます。でリアウィングも一応まあ高速サーキットなんですが、まあ30度ペラペラの感じにしていきたいと思います。ちょっとリアを逃がす感じですかね、リアがこう流れる感じのセッティングにしたいと思います。でタイヤは極力グリップ上げたいので、D タイヤ、柔らかめ、特に柔らかいタイヤですね、まあ、予選はそのラップ数が少ないのでこういった柔らかいタイヤで、どんどんラップタイムをこう、ね、稼いでいく感じになります。サスペンション、ここでまあ他のチームと決定的に違う点なんですけれども、基本サスペンションというのは、まあ、スプリングを使った減衰力を調整して使うあのサスペンションなんですけれども、この一番下にアクティブとあります。アクティブというのは油圧シリンダーを、まあ、ダンパーの代わりに使って、車高をこう非常にコンピューターで制御して、その路面の凹凸に合わせて最適なこうバネを作るサスペンションが当時あったんですけれども、この92年ではロータスチームとあとウィリアムズチームがアクティブサスペンションを使ってました、はい、まあとアクティブサスペンション自体は80年代からまあ開発がされてたものだったんですが、まあ、コンピューターのまあ性能がちょっとあまり高くなかったんで、まあ、制御的な問題でちょっとあまりうまいこと言ってなかったんですけども、まあ、90年代に入ってようやくこう実用化され始めたという時期だったんですね。ということで、まあ、当然アクティブの方が走りやすいんでアクティブにします。でキャンバー角、これはまあタイヤの、キャンバー角、こうタイヤ傾きですね、まあ、角度つければつけるほど、まあ、ハンドリングが良くなるんですが、逆にスピンしやすくなるというリスクもあります。ですが一応20度にしておく、20度のネガティブキャンバーにしておきます。でブレーキ、これはまあオートストップってあるんですが、これはコーナーが近づくと勝手にブレーキがかかってしまってね、ちょっと自分の意思とは反したブレーキングになってしまうので、まあ、ここはノーマルパワフルとあるうちのパワフルにしておきます。でギア、こちらはまあこちらも高速サーキットか低速サーキットに合わせてのセッティングになるんですが、これもまあ高速サーキットよりのあれなんで、ハイにしておきます。でピットワーク、これはピットインしたときに作業を、まあ、自分でやるか自動でやるかなんですけど、まあ、そこは、まあ、オートにしちゃいます。でミッション、これは、まあ、ギアチェンジなんですが、マニュアルトランスミッションかオートマチックトランスミッションか、まあ、ゲームを簡単に楽しみたいというのであれば、まあ、こうオートマチックでいいと思います。では予選走っていきたいと思います。
はい、というわけで日仏という架空のサーキットになるわけですけれども、ここから非常に長い直線がある割と高速寄りのサーキットで、各所試験員でつないでいるといったようなレイアウトになっています。おっとっとっと、いきなりスピンですね。ちょっとコースアウトしてしまいました。というわけですね、車の挙動もですねかなりリアルです。当時のゲームとしてはかなりリアルですね。まあ、80年代から90年代にかけてはこういったいわゆる上から見下ろすタイプのレースゲームかちょっと技術 3D というんですかね、画面がちょっと 3D チックなんですけど一応 2D の扱いのゲームがあったわけですけれども、まあ、こちらはいわゆるトップビューの見下ろし型のレースゲームです。はい、36秒台、なかなかいいタイムが出てるとは思いますが、トトトトで 左下、まあ、ギアの H パターンの隣に4つ刺すタイヤ、ウィン、ブレー、ブレーキ、ブレーキなんですけどで出てますが、スピンしたりクラッシュしたりすると当然車にはダメージが及びます。するとそのそれぞれの表示、今青い文字になってるんですがそれが黄色そして赤と変化していくにしたがってダメージが大きくなっています。ダメージが大きくなっていくにしたがって当然ドライビングも非常にしづらくなっていくので、そうなった場合はピットインして、修復をするようになります。まあ、この表示以外にですねエンジントラブルが起こったりするんですが、エンジントラブルを起きてエンジンブローを起こしますと、まあ、高い確率で、ピットに戻って修復しても、修復ができずにそこでリタイアとなってしまうことがあります。まあ、この辺も慣れてくればね、こう綺麗にライン取りができてタイムも相当いい感じになってるんですけども、アクティブはですね本当に非常に、滑らかで走りやすいです。しかもダートに、はみ出した時もちょっと減速が少なくて済むという感じになります。ということで、予選1日目トップタイムです。はい、なんと2位のリカルド・パトレーゼとは 2.5 秒もちぎってしまいました。まあ、実際そんなタイム差っていうのはねこの時代ではちょっとありえない感じだったかとは思いますけれども、はい、チームメイトミカ・ハッキネンは8番手のタイムですね。そことも 5.5 秒差が空いているという、はい、まあこれはねゲームなんで何も遠慮する必要はないと思うんでね、どんどん、自分で活躍していくのはいいと思います。予選初に調整したのはユー選手でした。明日の予選も頑張ってくださいということで、はい、で2日目、走り終えたドライバーの横にはこうピリオドマークがついていくわけなんですけれども、さあこのタイムを抜くドライバーがいるんでしょうか、いないんでしょうか。というわけで、まあ、いなさそうなんですが、一応予選2日目さらなるタイムアップを狙って走っていきたいと思います。まあ、セッティングはこのままでいいと思います。
まあギアのセッティングをハイにする、まあ、デメリットとしては当然ギアがこうそれぞれのスピードの使う領域が広くなるので加速が若干鈍くなるっていうことはあると思いますね。はい、予選2日目になりますとかなりこうラバーグリップが持って、さらにこう走りやすくなります。おっちょ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 、これが、まあ、従来のパッシブサスペンションの車だとダートにこう落とすとかなり減速しちゃいます。さあ、ね、昨日のベストタイムに迫るタイムが出ましたけれども、さあさらなるタイムアップはできるか。入りましたね。はい、これでもう盤石かなとは思いますけど、まあ、タイヤが持つだけ走ってみましょうか。1992年当時、まあ、あ、同タイムです。1992年当時は、まあ、F1 ブームの真っ只中だったので、フジテレビが、まあ、独占して、F1 中継をやってましたけれども、まあ、日本グランプリなんかは、まあ、録画中継ではありましたけれども、その日曜日の夜の本当にゴールデンタイム、夜8時からの放送だったわけですよね。まあ、今じゃ絶対考えられないんですけれども、もうゴールデンタイムで F1 中継やってました。はい、当時はまあF1 がまあね、広告媒体としてまあ成立していましたんでね。その番組にスポンサーもいっぱいついてたんで、その極力その露出が多くなるようにっていう感じですかね。まあゴールデンタイムに日本グランプリは放送されてましたよね。さあポールポジション獲得しました。優選手おめでとう、初のポールポジション獲得、そしてポールトゥイングを目指しますということで、まあこのタイトルの、ゲームの タイトルのサブタイトルになってるのがポールトゥイングなんでね、それを頑張りましょうということですね。でまあ周回数61周がフルラップで、その半分、そのさらに半分、さらに半分っていう風な設定になってるんですが、まあちょっと、進行をまあ円滑にするためにさらに短い2周にします。2周にするときはこの状態で、コントローラーの下を押しながら1ボタン押して決定すると、はい、2ラップになります。BGM なんですが、というわけで、BGM で 1,2,3,4,5 曲あって、 SE、 これはあのエキゾーストノートのBGM なんですが、2種類あります。さらにはもう完全に BGM をオフにして走ることもできますが、まあ、ちょっと乗りを良くするためにこちらの BGM にしておきます。さあいきなりポールポジションからスタートするというですね、テストドライバーから成り上がって、レギュラードライバーになり上がっていきなり予選1位を獲得するというですね、もうこの時点で、まあ、実際の F1 だったらトップチームの
方がちょっとざわざわし始めて、なんだあいつはと。ということで、こう、接触を始めようとするんじゃないかなと思うんですけれども、まだ予選ですからね、これで結果が伴わないと、やっぱりドライバーとしては評価がされないと思うんで、決勝を走っていきます。さあ、果たして、デビュー戦でポールトゥウィンを獲得することはできるでしょうか。いくから、おっと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 、おっと、いきなりです。いきなり接触であります。ポールのユウ選手、おっとウィングにダメージを負ってしまいました。これですね。フロントウィングダメージを負ってます。まあ要するに。ウィングの翼がちょっと傷んでいると、今はこう軽い状況なんですけれども、これがダメージが及んでくると、まあ、完全にウィングが壊れちゃって外れちゃったりすると、ウィングのダメージ表示が赤になったりします。するって言うと本当にもう曲がらないしもうとんでもない車になっちゃうんですが、さあ入賞圏まで戻せるでしょうか。なんとチームメイトのハッキネンは2位に上がっています。さあ6位上がった、あ5位上がった、4位上がった、ちょっと接触が、あっとまた接触だ。さああと6速が壊れちゃったみたいですね。5速しか出ません。はい、9、10、10、10、今何やったか、というわけで、予選は絶好調でしたが、決勝の結果が全く伴わない感じになってしまいました。まあ、これは、まあ、追突される形でスピンして、ちょっと順位を落としちゃったので、まあ、完全にこの自分のミスではないとは言えますが、はい、ちょっとねチームメイトと比べて、11位に終わってしまったんで、まあ、あれですね、1989年のブラジルグランプリのセナみたいにポールからスタートして、1コーナーで接触をしてしまって、で11位に終わるという全く同じ状態ですけれども、そんな感じですね。君にしてはよくやった方だ。次はもっと上位を狙ってくれ。今度は期待してるよ。次のレースはカナダだ。剣をしたドライバーが回復するまでなんとか頑張ってくれ。というわけで次はカナダグランプリですね。はい、はい、というわけでちょっと軽くフリー走行を走ってきました。でフリー走行を走りますと、出したタイムに対してこう、チームの首脳がコメントをしてくれるんですけど、まあ、38秒25を出しまして、なかなかのタイムだと。これなら予選で9番くらいになれるはずだ、頑張れよっていうふうに言ってくれます。で、まあ、ちょっとタイムが伸び悩むと、まあ、それなりのコメントをしてくれます。では予選行きましょうか。はい、はい、というわけで最後の最後でベストタイム出ましたね。37秒35です。タイム、はい、またまた大きくちぎったタイムになりましたけどもね。今回発見はちょっと中段に沈んだ感じです。はい、というわけで1日目のタイムでポール獲得できましたね。周回数はやっぱり2周です。ちょっと路面温度高めですけど、まあ、2周なんでね大丈夫かなと思います。
さあ、ハッピネンも3位まで上がってきてますよ。まさかのワンツーあるか。おっと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 、さあハッピネンも頑張れ。イワンカフェリリタイヤだ。まあ、実際、1992年のカナダグランプリではイワンカフェリはかなりの大きなクラッシュをしてリタイヤしています。さあ最終コーナーを立ち上がったユウ選手、今チェッカーを受けました。なんとデビュー2戦目でトップチェッカーであります。ハッキネンが6位で今入賞しました。おっと JJ レッドマリタイヤだ。はい、というわけでデビュー2戦目にしてポディウムの頂点に立ったユウ選手であります。すかさず、まあ、当時 FIA 会長だった、ね、モズレーをもじってモズローになってますけど、素晴らしい、こんな新人は見たことがない、君とぜひ話をしたいという何チームかが来てるんだが聞いてやってくれないか。なのにロータスは全くね見ててくれなかったんですか、あなたっていう感じなんですけどね。まあ、大抵そこそこの成績を残せばこの3チームあたりが来ます。はい、ジョーラン、ティロール、ダレイラ、ダレリアか。君のドライビングが素晴らしい、ぜひ来季は我々もわしをドライビングしてほしいんだ、頼むよ。ジョーランというのは、まあ、実際にはジョーダンチームというのがあったんですけれども、1991年に、グランプリに、参戦始めまして、初年度としては、まあ、なかなかコンペティティブな、確か5位でしたかね、コンストラクターズ5位だったかと思いますけど、そこそこポイント稼いだチームですね。ただ当時、91年は軽量のフォードエンジンを積んでたんですが、92年になって、ヤマハの V12 エンジンを積みました。まあ、軽量なマシンで、まあ、バランスも良かったんですけど、一応キープコンセプトで、まあ、その改良型として、92年型作ったわけですが、それにヤマハの非常に重たいエンジン乗っけちゃったらば、もうバランスがめちゃくちゃになってしまって、この年は本当にね、ジョーダンはあまりいい成績を上げられていないはずなんですけども、まあちょっとね思うところあって、ジョーダンさんにはちょっと申し訳ないんですが、ノー。ティロール、まあ、いわゆるティレルですよね、イギリスのチームですけども、まあかつては、ワールドチャンピオンを輩出したりした名門なんですが、徐々にその尻すぼみになってしまって、この頃は、まあ、中堅チームに甘んじてる感じになってますよね。前の年にホンダの90年のチャンピオンエンジンを乗っけて、非常に期待されたんですが、やはりちょっとね重たいホンダエンジンを乗っけたことによってバランスが崩れてしまって、まあ光る速さはちょっと見せたんですが、まあ、シーズン通してみるとこうバランス的にはだんだん悪い方向に行っていって、シーズン終盤は本当に、ね、テールエンドに沈んじゃうような感じになってたわけですけれども、まあ、この年はちょっと軽いイルモアエンジンを乗っけて少し上向いてくる感じになってきます。ですが、まあ、どうしようかなということで、まあ、思うところあって、
ごめんなさいのところ、そして、ダレリア、まあ、ダラーラですね、当時のですね、スクーデリアイタリアと呼ばれていましたけれども、このチームはまあ、カスタマー片押しなんですけど、フェラーリエンジン乗っけてます。エンジンもパワーアップしたし、あとは腕のいいドライバーだけだ。そこで君はリストに上がったんだ。来シーズンは走ってくれるね。わかりました、行きましょう。そう来ると思っていたよ。新型のマシンに期待して待っていてくれたまえ。君をがっかりさせないよう頑張ってみるよ。頑張ってみるよですか。ところで君の名は？というわけでオープニングムービーでした。今までのがアバンタイトルだったってことですね。さあここから一応ドライバーの設定になりますけど、ドライバーの国籍を決めてくださいということで、はい、私日本人なんで日本にします。ネームエントリー、はい、レースクイーンさんがツッコミを入れてます。こういう名前にしておきましょうか。開幕戦まであとわずか。今シーズンはどんなドラマを待ち構えているでしょうか。さあ F1 サーカスが間もなく始まります。というわけでですね、まあ、レギュラードライバーに昇格するまで、お送りしましたけれども、まあ、今後ですね、まあ、チャンスがありましたら、シーズン、戦っていくチャンピオンシップの方お見せしたいなとは思います。はい、というわけで、45分ほど経ってしまいましたけれども、まあ、収録時間45分ですね。まあ、編集でどんくらいになるかは分かりませんが、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。では最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。まあ、関連動画再生リストを作ってあるんですけれども、まあ、バイオハザード RE2 の実況なんかもやってますので、そちらの方もよろしければご覧いただきたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。